畑？畑できた。工場3つ、畑が今2つ。もう1個できんのを待とう。次ここ作るかな、この辺に。ちょっとスペース足んねえか。あとなんだろう、魔法か。でっかいオーラに包まれてる鬼みたいなやつ、あれにちまちまと魔法を当てていかないと、クールタイムのことも考えてやってかねえと。まずここに向かってくるかな。で次ここ来てここ来るから、それまでの間に倒しければいいんだよな。いやー、まさか畑の位置まで関わってくるとはな。やってみっか。対象の砦なし。オッケー、やってみよう。ずっと人がいない。敗北条件が神殿、もしくは田畑の完全破壊なんだな。えげつねえぜ。ここだけでよくない？あ、でもあれ来るのか。まずボム来るのか。ボムに、いらなくない？どのうち砦狙ってくるっしょ。ボムは。もう大丈夫そう。むしろ置かない方が良かったぐらいあるわ。あと南に巨大なオーガが来た場合、まあ、ここで誘引とかでちょっと時間稼ぎする必要が出てきそう。感じではある。雇いで、この雇いでの位置がちょっとあんま良くない。これで無傷だ、ほとんど。でアロンゾ、アロンゾ真ん中、この辺がいい。こっちからも来るんだもんね。で出てきた巨大な連中、南に多分進んでいくだろうから、オーガだけは、そいつを倒そうね、早めにね。雨かな。めっちゃいっぱい来た。いよいよ。あ、いいね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 。ここは非常に、非常にいい。で、ミグラナさんで多分、肉壁になってもらう。ミグラナさんに。で、こいつらは、風と雨が効く。あ、全然じゃん、全然じゃん。入院。倒せる倒せる倒せる。でまた柵が多分壊れるから。はい、まだ来んの。雨。いいよ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 。生きてる。危なかったね。はい、さらば。よし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 。魔法をうまく使わんとダメなんだね、やっぱり。すげえ量。もう一個ある、もう一個ある。大丈夫そう。本当に？嘘だろ？ちょっと待って。なるべく離れて。
ときついなー。22魔法これ取って効くやつ効くやつ。ああナイスアロンゾ。多分アロンゾのあのゲージ技みたいのが敵全体に当たるっぽいのよ。どうもありがとうアロンゾ。ちょっと待って、何その嫌味みたいな言い方。こちらの親親、こちらの神殿を訪れる者はもはやいなくなってしまったのですね。これはなんとも寂しい。お前らがやったんだろう。おお、ここまで来るとね、本性を表せ。確かに魔力を感じるって言ってたね。怪しい魔法の力を借りている。なんだと、随分と意地の悪い言い方をなさいますね。おお、あでも魔法を使ってるってのは認めてるんだね。なんですと、え、どうするんだろうこれ。このお話はどう解決に導くんだろう。海峡は全て彼ら自身の意思です。そこですよね。そもそもなぜシェマールさん魔法の力使えるのか、教団の他の皆さんは使えるのかね。え、前身となる教団から、それってなんかこうサタン派の教団なんじゃないの。大丈夫、前身となる教団、人を救うための力、邪悪な力などではありません。教団の一番のお偉いさんはどこにいるんだ。まあ信仰度は増えてるけど、まずは人を増やそう。いやーなんかね、寂しいというか、人が離れていくってこういう気持ちになるんだっていう感じですね。ちょっと今自暴自棄になってた。ここはまだ、はい、まあ、人口増えたら多分また待ってましょう。畑が今2つしかない。3つ目ができた。文化レベルはまだ2なんだよな。でこの砦のこれも多分また次の襲撃の時変えなきゃダメそうだよね。資源集めとこいっぱい。魔法だったね本当に突破するのに。何ですか、はい、ドヤ顔、わかりました。つうてもね、土地はまだ結構あるんだけどね。ちょっとまだ家がまばらだね。ほら教団がまがまがしい。ほら、あーやばそうやばそう。黒い木、あでもシェマールはやっぱ英雄側だからさすがにこの現象を知らないっぽい。黒い霧、気分がなんだと、邪悪な魔力、気力を奪っている。その霧の発生源はもちろん奴らの寺院だ。黒い霧、風かな。これですね。どこ、全体的に払えばいいの。バーッと、あれね、ん？どこ？神殿を晴らせばいいの？ちょま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 ？どういうこと？
足んなかった？レベル 3？ SP 足んね。え、大丈夫これ。霧、太陽？いや、風だよね。いや、太陽の可能性？あと2。とりあえず、大型の風を吹かせよう。誰も田畑をやってくんない。これで風？違うんかい。誰もいない。わ、光だ。太陽だわ。はい。ゲージがなくなった。頼む。頼む。とりあえず、一発撃てるんだが、これいい？いきますよ。はい。レベル1の太陽。おいおいおい、どうなってる？ダメ？ん？あ、こっちだった？次。あ、間違った。ここに太陽か。そういうことっぽいな。よし、12溜まった。ここですかね、太陽。ほい。やっとか。これ、他の町行って SP ちょっと回復してきた方がいいな、これな。よし、ちょっと、行ってくるわ。よし、SP 貯めてきた。ので、ここにレベル3の太陽、打ち込んでやるぜ。行くぜ。浄化完了。霧が消えた。まああんな手を出さなければね、ずっと人々洗脳できたのにね。結局サタンの手先が紛れ込んでる系なのかな。忌まわしき魔法は神の奇跡によって払われました。シェマール。邪悪な魔力は明らかにお前たちの寺院から発せられたものでした。上司に報告だ。多分その上司が黒幕だ。魔物の攻撃。魔物の巣を封印？またドヤ顔。まあでも言動からするとシェマールは白っぽい。そこを潰す？で、いいのかな？出てる？いねえんかい。挑戦中、あれ？これがまだ挑戦中になってる。なんだろうね。何すると、クリアになるんだ。ここ行けばいいのか？行ける？あ、行けるわ。封印中です。発言機を壊すべし。でもラフレシアさっき出てきたからね、ここは簡単だったらいいね。さあ行ってみようか。では突入。なんかすごい深いですね。こいつなんだっけ、マンドラゴラだっけ。あれがマンドラゴラか。あ、お前出てくんのか。倒した方がいい？あいつ。
やばそう。いや。え、今何買った？リンゴ。やばそう。いって。ちょっと。な。同じ高台のあれを取れなくなってる。いい場所取れなくなってる。あいつ出てくんの厄介だな。出てきた。もう切り下げ無敵、うまいこと。そのさ、ちょっとモーションなしの突きはさ、さすがに避けれん。あれはやつ達人すぎるだろ。ノーモーションガトツ。先にこっち壊して、いや、ちょ、無理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 。ちょっと、へへ、先に右壊そう。でもあいつ出てくんのかな、あの戦士。あと木も倒すか。これはさすがに。倒した。であいつが出現するときに、あの戦士が、達人が出てくるんだ。そこからか。いってー、マジであいつ達人すぎるだろ。本当に落ちてきた。これで、あれ、これいい場所、いい場所。登ってこないから、奴らは、奴らジャンプ知らない。いけるいけるいける。よしよしよし。魔法ゴリ押しも強いけどな。やっぱちゃんと手堅く切るのも、やっぱその攻撃速度の関係で速いですね。さあ、これで米。抗うすべ、力を得た。やっと6個か。さあ、悲しそうな表情。魔物の巣を封じましたが、それに、続く言葉は？はい、魔物の巣はなくなったが、まあ、まず、生き残りが身を寄せ合って、つってね。いや、いるんですよ。というかね、あなたの本拠地が魔物の本拠地なんですよ、きっと。私たちの京都は黒い霧の影響で疲れが癒えない。おお。先ほどは感謝もお伝えせず、礼を書いた態度をとってしまいました。ああ。それだよね、それそれ。あの寺院が黒い霧の発生源だったはずなんだが。なんだと？言葉を濁しております。教団の異変。これで、あ、文化レベル上がった。よし、ぶっ壊すぞ。はい、地上の桃の数減ってきましたが、ですね、生き残り神を寄せ合って、でランダム襲撃が来ると。了解。じゃあまず家をバンバン壊そう。お、なんか SP 全開してる。
畑も一気に壊すと大変なんで、まあ、少しずつ壊していこう。でこっちに新しい畑を作るといいさ。で前回砦は、あでも全部生き残ったんだ。弓砦5個残ってんね。土地はかなり増えたね。さあシェマールの報告。教団は緑の教団は神の去ったこの地に生き残ったわずかな民の寄せ集め。ある時その教団の門を叩いた者たち、そいつらが実はサタンの手先で。へえ、変わってったの？その教義っていうのが。途中から来た奴らが緑の教団を変えていった的な。神からの独立を歌う迎え入れ、二つの集団が一つの教団になっちゃった。あーよくないねそれはね。司祭代行、シェマール司祭代行、教団から魔法の技術を教わり人々へ布教を行いました。もし永遠なる緑が正しいものではなかったとしたら。あらよう来るの。ちゃんと人々を守るつもりはあるというか、別に本人は悪い人じゃないもんねやっぱりね。ですよね。そうだと思うので教団をぶっ潰そう。あの寺院から来るのかこれ。南から。はい、シェマールの戦闘不能で負けになっちゃう。住居の完全破壊、今ね何もないので当分待たないと。だから多分こっからこう来るんだろうね。だからさすがに移設する。こいつをまずモントリでの位置か、それを決めないとね。ここでしょ、モントリで。そうなると移設、こいつが魔法と弓一個ずつ、ここでいいんだろうなきっと。ここから出てくる火の玉また来るかな。とりあえずこれで見てみるか様子を。あでレベル3まで上がるんだ砦が。で工場の3がでかい。壊していこう。家もこんな感じ。これがレベル3の家。こっちが、これが2だね。おっしゃい。畑ゼロ。あ、リンゴも消えちゃった。当分発展するのもあと88人しかいない。これも古いやつか。1個だけ。他は古いのないかな。畑が1個しかねえ。畑っぽいね。畑2つ目。これランダムイベント来る状況なのか状態なのかな。今のサブクエ、メインクエをやんない限りはランダムイベントは多分発生しないとは思うんだけども、できればねギリギリまで資源を貯めておきたいですね。さあ工場、畑4つ目ないね。作んねえか。作んなかったか。そっかそっかそっか。人口が上限までいっぱいに行くと次また畑を作るっていうフラグが立ったりするのかな。あとあれか、風
やっとくか、また。資材が、早く出る気がする。気がするっていうね。あくまで気がするだけ。よし、資源が溜まって、やっとりで3つ。最強。これでレベル3になったんで、じゃあですね。あ、ちょうど来る。来るんだ、これ。そうなんだ。でも、先に、クエスト受けちゃうぜ、これ。2回連続で襲撃を、退ける羽目になっちゃうんで、許し。魔物の襲撃を乗り切る。敗北条件が、住居の完全破壊と神殿と、シェマールの戦闘不能。シェマール狙われんのかな、裏切り者っつって。さあどう来るかを見つつ、ここですか。どういう、ちょっと待って、ちょっと待って、なんとも。やつらも来た。お、硬い硬い、いい感じ。一回止めよう。地上部隊がいるから、まずはピロトスか、あいつら溜まった。ミグランさん出す、ピロトスか、終わっちゃった壁。単体、あ、でも今消費が出た。倒しきんね。あ、やられるこれ。マジか。そこがいいのか結局。倒れた。やられてる。まずフィロトスだったか。あれ、モントリテが一気にやられてない、なんか。壊れた。早っ。なんか来た。ちょ、え、スライムだ。出せっところがね、そこから来るんだ。待って待って待って、下がりましょう。え、これ待って待って、ミランダじゃなくて、またミランダって言っちゃったよ。あれ、フィロトスやられそうなんだけど。ダニエラな気がするね。フィロトスがやられるとかある？そいつは？スライムは？太陽に弱い。勝てえな。ピロトスやられる。うっそ。待って待って、壁壁壁壁、一回止まって、一回ゲージ、あ、やべ、閉まる。